BGM 第3回4月24日下北沢ガレージで共演のクカタチ山田雄大さんとブレーメン高木翔太さんです。おはようございます。おはようございます。どうもよろしくお願いします。お願いします。休日の朝から集まっていただきまして、ね、ありがとうございます。そう、これ朝なんですよ、ね、朝なんですね。実は午前中なんですよね。朝に差し込んでましてね、ブルーブルーさんはもちろん僕は前から長い存じ上げてますんで、まあでもこれやっぱり喋ってる時と歌ってる時のギャップ、これバリトンボイスから歌ってる声になるし、そう変わらないなと思いましたし、かっこいいっすね、相変わらずね。すいません言わしちゃったみたいな。すごいいいなと、楽しみだな。でブレーメンさんは本当にもう初めましてですよね。すごいかっこよくておしゃれで、ちょっとしかもなんかシニカルというか、まあ、ふざけてるところあったりとか、はい、まあ、ふざけかっこいいですよね。やっぱすごい上手いなと思って、あれこれ僕を中心にお送りするんですか。ラジオパーソナリティやってるからね。とんでもない、とんでもない。もともとずっと知ってて、というかなんで知ってたのか、俺もなんで知ってたのかを思い出せないけど、そうで、友達だなと俺は勝手に思って、俺もそんな慣れなかったんですけど、そう、入れてほしい。今日ワンになんていうか、俺も自分で結構大事にしてるけど、なんかそのブラックミュージックとかそういうのが好きでやってる中で、うん、まあなんか何ていうか、日本人であるなんていうか情緒みたいな、情緒みたいなのとかをすごい感じるというか、あとなんだろう、ちゃんとポップスの範囲、はい、入ってるというか、なんかそのやっぱ名古屋くんの声がすごい俺も好きだった、うん、好きっす。言わせちゃったみたいですよ。これ全部台本あるね。片田さん、僕もそう、今日ちょっとあの今日というかこの対談のあれで、ありがとうございます、聞いてきたんですけど、めちゃくちゃクオリティがもう高いのって、音源のミックスもそうだし、歌もめちゃくちゃうまいし、本当かな、しあもですね。でも僕もあのめちゃくちゃディスコファンクとか、そうですよね、でも聞いて分かりました、そう好きで、はい、ただ自分のバンドだとなんか意外となんか結構ニッチなことをしたがるから、ニッチなこと、なんか、ね、結局難しくなっちゃうんですよ、ね、結構意図的でもあるんですけど、はいはいはい、なんかまあキリンジとかもそれこそ、そうですね、好きだから、そういうなんか行動とかが好きなんですけど、片瀬さんは逆に俺思うんですけど、なんかああいうコード進行が例えばサビまでずっと一緒だったりとか、そういう曲って逆に俺やろうとすると、僕音域がもうこれぐらいしかない。だからいやいやいや、そんなでしょ、いけないですよ、そのこの、あ、やっぱ歌のレンジがめちゃくちゃ広いからできるんだなっていうのを逆に思って、もう素直にめっちゃかっこいい。あ、嬉しいですね。高木くんが僕的にはあの抱かれたいバンドマンランキング、僕の中で1位。何のランキング？あ、そうですか。そうですか。シュッとしてますよね。かっこいいなって。で、このボーカルになるんです。で、ガレージで初ライブだった。そう。来てね。そうそう。差し入れ持ってきてくれて。ちゃんとしてる。普通に好きな。はあ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 。行く形もまずもう演奏がバキバキなのが2バンド共通してて、あとブラックな匂いを感じる。あ、それはそうですね、うん、好きで、やっぱ好きなバンドがちょいちょいこう被ってるような気がして、ちょっとツイッターで書きましたけど、マルファイブの東京ドーム、ね、ああもう行きましたよ、僕も行ったんですけど、ここは行ってたんだな、あ、そう行ってたんですよ、で、行く形の前のバンドの全身バンドの時から、はい、まあ、認識が、そうですね、ブルブル存じ上げておりまして、そもそもそう、なんですかね、僕あのバンドネーム雄大って下の名前だけでやってるんですよ、はい、アルファベットで、それは山田雄大さんですって紹介していただける人って、この人でも付き合い長いんですよ、まあ、多分この映像を見てくれたお客さんとかで、山田って何か結構いると思うんですけど、冗談でしょうね、これら本名なんですよ、もう山田さんとかでより親しみがあるって証拠なんで、そこはもう否定しないし訂正しないですよ。ここでこうスリーマンで再会というか、なんか感慨深いですよね、ガレージで嬉しいですよね。まあ、ボーカルやめて、うん、まあ、厳密に言うとドラムがまず前の体制は6人でバンドやってて、はいはい、でドラムがまず抜けちゃって、いやどうするってなって、なんか僕がもともと全部曲作ってたんですけど、はいはい、そのデモで打ち込みで自分の歌でこうやって歌って仮で、そこからボーカルが歌を差し替えてみたいな形をやってたから、なんだろうな、そのメンバーも、まあ、俺の声いいんじゃないみたいな感じとか、じゃあなんか歌うかマルチだな、最高だよ。いやでもなんかそう、だから別に全然歌とか自信ないですけど、なんか結構打ち込みとかもそもそも、はい、その何でもそうだけど、なんか結構たまたまやってることが多いですよ。俺ベースをやってるのも、家にベースとギターがあって、ベースが赤くてギターが黒で、ベース俺赤好きなんですけど、ってだけなんですよ。だからギターが赤だったら多分ギターになってたから、なんか割と
たまたまいや、わかんないもんですね。そうですね、体制変わったというかギターが抜けたんですよ。ギターだけメンバーが変わってて、それこそ、他の4人は創世期から一緒なので、もう一回なんだろうね、メンバーを入れようってなったら相当慎重になるし、今のところそのつもりないし、はいね、はい、なんかでもメンバーはその新しく入れても多分同じ作用にはなるけど、なんか元々いた人が例えば減って、はい、なんかその人が欠けただけの音楽になるというよりは、なんか本像とか新しくなるんですよ、はい、あ、でもわかんないけど、そう、あ、これでいけるなとかも全然ありますね。ありますよね。ギターを入れたんですよね。はい、そうですよね。誰も欠けてないけど一人増やしな、はいはいはい、それはやっぱ確かにチューニング合わせる期間が結構、ちょうどその時期に初めてブレーメンで読んで、そうですね、もう最近でやっとこうチューニング合ってきたなって感じがあって、それもまた別の人が増えて、またちょっとなんか別のバンドになってくるとちょっと面白かったりしたなと。メンバーの雰囲気とかどうですか？大丈夫ですか？なんか良くなりました。それは素晴らしいですね。いいですね。減っても増えてもやっぱ生き物というか、いや、そうですね、変わるものなんだ。そうですね、本当に変わります。シンプル足し算じゃないですか。そうですね。そうですね。こんなに頭を考えてないですだから割とがむしゃらにっていうか、なんだろう、適当にやってる感じしてる。やりたいやつバーンって、そうそう、やりたいことが出てきたらもうこれとりあえずやってみよう、やってみようっていうので、その中でなんか自分たちはこれだなみたいなのを今探してる期間だから、あんまり考えてないんですけど、なんか歌を上手くなりたいですね。思うんだ。大丈夫でしょ。そうですね、全然そのままでブルーグルーさんほどじゃないですけど、形も意外にもう長いんですよ。で、結構いろいろやってきて、ベタなこと言えばまずはね、もうちょっと大きいライブでワンマンやりたいなとか、そういう目標は一応こうありますし、今年ねありますし、あとはもう単純になんか一周回っていい曲書こうって今なってます、うん、バンドが、でも結局ね、曲の良さに尽きるみたいな、もう本当にそこなんですよね。いろいろやってみて、今ワンも本当にいい曲書こう、いいライブをしよう、いいよみたいな、なんかすごいお前何歳だよみたいなことになってるんですけど、でも、まあ、でもいいことかなって、いいことだ、それだけだな気がしますね。で、本当にそう、シンプルかつ分かりやすい、僕らも割と結局はいい曲を書いていい音源を残さなきゃ意味がないぞみたいなことも思ってたんですけど、最近それに加えて、やっぱなんだかんだ楽しくやるのって、あ、もう大事大事だ、大事です、本当に考えて、楽しく、まあふざけるわけじゃないけど、真面目にやってるんだけど、ちゃんと楽しいを感じながらワクワクしないといかんなと、10年ぐらいこうやって今思い始めてる。楽しませるんだけど、自分たちも楽しくないと、やっぱ自分でも楽しくない、楽しんでないとあんまりお客さんもね、楽しいのかなみたいな、いや、なる、まあ、っていう原理というよりはもうただシンプルに音楽選んでる人たちを楽しまなきゃっていうのはありますね。そうですね。僕らのライブはちゃんとそれを持って、楽しいワクワクを持ってやれたらいいな。いやー、ほんとおっしゃるところですな。まあ、自分が出てる時はステージで楽しむ、お客さんと楽しむ、自分のステージが終わったら、まあ、お二方のライブをお客さんになってもう忘れて楽しんじゃうような、もうめちゃくちゃ踊れて楽しいイベントにしたいですけどね、せっかくなんで。ねえ、あ、これ以下同文も受け付けませんでもそこにつきますけどね、我々は。うん、そうですね、踊りましょう、踊りましょう、ね、本当そこですよね。週半ばですね。そうですね、だからもう木曜だしな、あ、その次金曜だしなとか忘れていただきたいと。そう、ぜひ、まあ、最高の水曜日の夜にしたいですよね。そうですね、うん、じゃあ、そういうわけで4月24日、水曜日は下久さんガレージ、25周年のお祝い記念でもあります、ブレーメンとクカタチとブルーグルーの3バンドで、平日ですけども踊れる、楽しいライブをお届けしますので、皆さんぜひこぞってお集まりください。 BGM 第3回、クカタチ山田さん、はい、ブレーメンの高木くんでありました。ありがとうございました。ありがとうございました。